さーて、ミカ君がそろそろ来る時間かな。楽しみだな。人間の血は直接飲むのが一番美味しいからね。あ、来たかな。いやー、フェリド君、久しぶり。あれ、クローリー君か。急になんだい。呼んでないよ。呼んだよ。君が呼んでると聞いたから僕はわざわざ来たんだよ。へえ、そうなんだ。それはご苦労様。ででって、だから君が呼んだんだって。ああそうか、僕が呼んだのか。確か何かの用があったような気もしたんだけど。まさか忘れた？あ、いやいや忘れてないよ。思い出した、あれだ。急に君の顔が見たくなったんだ。そんなことありえないでしょう。ありえるよ。そんなことありえないでしょうって言ってる君の嫌そうな顔がちょうど見たかったんだ。で、じゃあ用件を忘れたんだね。そうなるね。もういい加減にしてくれるかな。名古屋から京都に来るのは面倒なんだよ。長旅ご苦労様。で、用件なんだけど。覚えてるのかよ。うん、ちょっととても美味しい子供の血が手に入ってね、君にも分けてあげようと思ったんだ。子供の血？それはどういう風の吹き回しだろう。君が僕に何かをくれるなんて珍しいじゃないか。そんなことないでしょう。僕はいつも君のことばかり考えてるよ。はいはい。で、僕に血を分けてくれるのは何で？派閥を強化しなければいけないような何かを始めるつもりなのかな。まあまあ、それは血を飲んでからで。ちなみに僕はあまり子供の血は好まないんだけど。あれ？そうなの？それはもったいない。それに大都市内で直接人間の血を吸うのは違法のはずだよ。あは、違法はダメ。クローリー君は真面目君だな。ここはクルル・ツェペシ第三位始祖が治める都市だ。法を犯せば第七位始祖の君といえど処罰される。それを分かってて僕を誘ってるのかい？もちろん。だから名古屋からわざわざ呼んだ。君が誰の派閥か教えてやるために。おっと、これはすごい発言だ。まさか君、女王と戦争でも始めるつもり？聞いてるのは僕だよ。さあ言ってごらん、誰と一緒にいたら楽しいかな。ふん、ついに女王の弱みでも見つけた。いいから、あと3秒で答えてよ。じゃないとどうする？首を引きちぎっちゃう。うーん、僕を殺して派閥が維持できるかね。じゃあ試してみよっか。本当に試そうとするのやめてよ。冗談だ、君に逆らおうとは思わない。吸血鬼の世界の中じゃ一緒にいて面白いのは君だけだしね。なんせ血にしか興味のないつまらない奴らばかりだもんね。で、その意思の確認のためだけに呼んだ？うん、あと血を分けてあげる。フェリド様、フェリド様、ミカエラです。今日もお伺いしました。ああ、来たね。うん、あの庭園の方にいる子が新しい君のペット？うん、一口飲んでいきなよ。いらない。じゃあ帰るよ。今後君が何かするつもりなら僕もあまり女王に目をつけられない方がいいしね。怖がりだな。より面白いところでバレた方が面白いだろ。ま、そうだけどさ。じゃあお疲れ、帰り道気をつけてね。さて、ミカ君、来たの？まったく。じゃあ僕は帰るよ。フェリド様、今日もよろしくお願いします。
やあやあ、ミカエラ君。こちらこそよろしく。ところで、前にあげた食料は役に立ったかな？はい、美味しくいただきました。それはよかった。美味しいものをよく食べて、君の血がより美味しくなった方が僕も嬉しいもんね。ところで、君のところには他にも友達がいたはずだけど。いや、すみません。他の友達は怖がってしまって。怖い？僕が？こんなに陽気なのに？はい、すみません。謝らなくていいよ。ですがその分、僕がいっぱい食べて頑張ります。別にそんなに頑張らなくていいって。少し飲めれば僕は十分なんだから。こんな地下都市で血を吸われるだけで人間たちは辛いだろ。少しはいい思いをしないとね。フェイド様のご好意のおかげで僕らは幸せです。さて、じゃあ今日は何が欲しいのかな。あ、それなんですが、カレーの材料が。カレー？それは人間の食べ物だよね。はい。君はカレーが好きなの？はい、好きです。そうか。じゃあ次来た時までに材料を用意させておくよ。たくさん作るといい。ありがとうございます。じゃあ欲しいものを聞いたところで血を飲もうかな。こっちにおいで。首を出して。はい。緊張しなくても大丈夫。殺すまでは飲まないから。そしたら何でも持って帰れるね。はい、ありがとうございます。じゃあいただきます。どう？血を吸われるのはやっぱり痛いの？いえ、大丈夫です。そう、いい子だね。ありがとうございます。ところでねえ、ミカ君、ちょっと質問があるんだけど。質問？何でしょうか？君はなんで生きてるのかな？生きる意味だよ。僕は長く生きすぎてその意味を忘れがちなんだよね。だから聞いてみたい。なぜ君は生きてる？それは。こんな血を吸われてまでなぜまだ生きる？僕はまさかカレーのためじゃないよね。僕はまだ子供なので、そういう難しいことはわからない。はい。違うね。でもそれに気づけないくらいに君の性は未だ輝いてるんだ。で、それが僕には羨ましい。少し力を入れればすぐに消えてしまうその光が。フェリド様。なんちゃって。はい、今日はおしまい。ありがとね。はい。では、もう帰っても。どうぞ。また来週おいで。カレーの材料を用意しておくから。はい。美味しかった。それに華奢で、壊れそうで、もうゾクゾクしちゃうよ。来週がまた楽しみだな。そしてその一週間後、俺たちは数年ぶりのカレーと絶望を目の前にすることになった。ミカは生きるということがどういうことなのか、初めから分かってるやつだった。
家族だ。家族のために生きる。一度捨てられた、生きる意味を失った孤児の俺たちには、それしかないと。あいつにはもう分かっていた。だからミカは、あいつは。あはぁ、待ってたよ、哀れな子羊くんたち。いいね、その絶望の顔。その顔を見るのが僕は一番好きなんだ。ゆうちゃん、ゆうちゃんだけでも逃げて。ミカエラくん、君の血は美味しかったな。ごちそうさま。ミカ、吸血鬼の戯れでミカは死んだ。家族も皆殺しにされた。生き残ったのは俺だけ。家族を失ってしまった俺に生きる意味なんてあるんだろうか。